こんにちわ、フランス語講師のめぐです。お元気ですか今日は Voyage de 7 jours en France フランスでナノガカンの旅というテーマにて 4,、e、4, 4日目の4日コモンでをレストランレストランで注文するというテーマに基づいてフランス語を勉強したいと思います前半で特に会話に集中して いろんな表現や単語を学びたいと思います。まず、このレッスンの目的は、レストランでスムーズに注文するために必要な会話表現を学びましょう。じゃあ、まずタイトルを説明しますね。タイトルは、Une onnaise, vous「Une salade l うん、e s ダ、リオネーズ、すいぶぷれ。リオン風のサラダ、ください。マダム、e ザ c h シュワ i これはね、覚えた方がいいと思います。まず、 マダム、ね、マダムと同じ発音ですが、ムーで割らないで、今回、最後の方を、んー、なんかおいしいの、んーと同じように言った方が自然です。で、その真ん中のだを強調して言った方が、ん短い、んは言いやすくない、très bien かしこまりました。OK。わかりました。という意味の表現ですね。 それぞれの言葉を一気で読みますね。まず、「て」は通れではなくて、L を軽くして、「て」。「て」。Voulez boire quelque chose? 何か飲まれますかっていう意味の質問ですね。まず、「vous voulez boire」ね。Vou voulez。Vou vous は2回聞こえますよね。 今回、V の最後の S は読みません。なぜなら、次の言葉は、シーンから始まるからですね。で、その2つの言葉を、Vou, vou, l e z Vou, vou, l e z と読みます。もちろん、ここの U、e、と Z も、えと読むんですね。メニューはフランス語で、La carte と言います。Le menu という言葉もありますが、それはもっと、えっ、ー、と、コース。 という意味として使う言葉です。カーットは2つの音で分ける言葉です。まず、C-A-L はカーフと読みます。L が軽いので、カールとではなくて、まず、カーッと言いますね。L をここから出して、カーッと言います。Vous avez choisi ですね。お決まりですかという意味の便利な表現なので、 よく覚えておいてくださいね。自分がまあ、利用できなくてもいいですが、レストランで注文して、理解できるように覚えておいてくださいね。発音はですね、まず、「V」と「AV」は、一語であるように読みますね、ここ。「V」の「S」と「AV」の「A」がつながって読みます。「V」、「ザ」で3つの音で分けて読む。ま「カム」。 プラス無関心名詞というパターンに基づいて、えっと、質問を聞きますね。意味は「<laughs> としては「<laughs> を繰り返さないためによく使われている表現です。例えば「お飲み物としては」「カム・ボワソン」「カムの最後の「う」は読まないので「M」まで読んでください。